日本鹿児島県薩摩仙台市神田町神田町は、鹿児島県薩摩仙台市の町。旧川内市神田町。郵便番号は895-0052。人口は190人、世帯数は95世帯。神田町の全域で、住居表示を実施している。薩摩仙台市の西部に位置する。阿座駅の北方には、東海門町、南方には、冷水町。 東方には西向田町、西方は若松町にそれぞれ接している。麻生駅の南方には薩摩仙台市役所や北札地域振興局などの行政施設があり、薩摩仙台市の中心を担っている。また北端には鹿児島県道43号川内区式の線が通っており、南端には熊野城川が流れている。神田町という町名は、 分割前の向田町の旧正地名に由来している。1929年に、薩摩郡熊野城村、東水引村、平助村が対等合併し川内町が発足した。これに伴って、現在の神田町の区域に置かれていた薩摩郡役所跡地に、川内町役場が置かれた。1940年2月11日には、川内町が、市政施行し、 川内市となったのに伴い、川内町役場は川内市役所となった。第二次世界大戦中の1945年7月30日のアメリカ軍による川内市に対する空襲によって、川内市街地は焦土と化し、川内市役所も消失した。以降平助西国民学校、川内国民学校を仮事務所とし、1948年3月に、 土地の寄贈を受け、西向田町に正式に移転した。第二次世界大戦終戦後は、戦災復興計画により土地区画整理事業が行われ、同時に現在の国道3号を中心とした都市計画道路や都市公園が整備された。1965年4月1日に向田町の一部の区域において、 住居表示に関する法律に基づき外区方式による住居表示が実施されることとなった。それに伴い同日付で、町名、地盤の変更が行われ、川内市、向田町の一部より、川内市の町、神田町として設置された。1976年12月27日には、 第二次世界大戦の終戦直後から西向田町に置かれていた川内市役所は老朽化のため、神田町の127万5970平方メートルの区域に新築移転した。2004年10月12日に川内市、東郷町、入木町、下道院町、日脇町、下古敷村、上古敷村、鹿島村、里村が新設合併し、薩摩仙台市が設置された。 この市町村合併に伴い設置された法定合併協議会において川内市の町地については現行通りとすると協定されたため名称の変更は行われずに薩摩仙台市の町となった。またそれまでの川内市役所は薩摩仙台市役所となった。以下の表は国勢調査による小地域集計が開始された1995年。 以降の人口の推移である。私立小中学校の学区は以下の通りである。ありがとうございます。